どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。今回もツムステパート2実況していきたいと思います。前回ツムたちとの交流でジェイドツムの交流まで行きましたね。なんかレオナがスッと寝ちゃうっていうめちゃくちゃレアなシーンが見れてで、ちょっと楽しかったんですけど、今回からまたね続きやっていきましょう。今回はルークツムとの交流からですね、これはまたレオナに絡みに行ってほしいツムなんだけど、どうなっていくんでしょう。行きましょう。談話室。いい天気だ。とても素晴らしい朝を迎えられたね。かわいい。ふふ、共感を得られて嬉しいよ。さて、この後は何するんだろう。おはようございます。あ、ルークさん、そこにいるのってもしかして。おはよう、エペル君。改めて紹介しよう。我らがポムフィオレ寮の新たな一員。ムシュウツムさ。ムシュウツム、いいね。ムシュウツム。なんてそのまんまなネーミング。でも、大丈夫ですか？僕も前回ツムが来た時に面倒を見ましたけど。芝生を転げ回ったり、ちょっと怒りっぽいところがあったり、結構癖があったかな。それはね、エペルツムだからなんだよな。そうだね。彼らの生態は謎に包まれていると聞く。とはいえ、生き物が牙を剥き、威嚇するのは当然のこと。時にすれ違い、時に反発した者たちの間に、育まれた関係もまた美しいものさ。おお、分かってくれるかい、ムシュウツム。僕は全く意味が分からなかったけど、さすがルークさんに似てるだけあるな。何も難しいことはない。気負わず自然体で、ツムと親交を深めようというだけの話さ。ほら、早速ツムが動き出したよ。様子を観察してみよう。何するんだ、ルークツム。狩りに出かけちゃうのかな。普段ビルさんが座ってる椅子の周りをうろうろして、いろんな角度から観察してる？どうしよう。ツムが勝手にあの椅子の上に登ったりしたら、ビルさんが怒りそうだ。心配はいらない。ほら、移動したよ。今度はシャンデリアをじっと見つめてる。これ、ツムは何をしているんだろう。観察してんのかな、いろんなものを。むしろツムは言葉を話さないから、その仕草から想像するしかないけれど。あれはおそらく芸術鑑賞だね。え、エペル君も彼の姿を見ていると脳裏に浮かぶだろう。美術館の中で、しげしげと絵画や彫刻を眺める人の姿が。ああ、ポムの中って綺麗なものがいっぱいあるからかな。僕にはただ物珍しさでキョロキョロしているツムにしか見えませんけど。そうかい。私にはわかるよ。美しいものを目にした彼の喜び、感動と喜びが。むしろツム、我らがポムフィオーレ寮の美しさを堪能してくれているのかい。正解。なんかルークはさ、やっぱりツムのこともよく見てるから、ツムの気持ちもよくわかりそうだよね。なんか正解っぽい。マーベラス。思っていた通り、君とは気が合いそうだ。談話室以外にも素晴らしい場所はたくさんある。私が案内しよう。さあ、ついておいで。行くか。行っちゃった。ルークさんとツム、なんであんなに意気投合しているんだろう。今のところおとなしくしてるけど、あのルークさんのツムだからな。何するかね、こいつ。廊下、ポムの廊下めっちゃ綺麗。寮内の主要な場所はほとんど案内できたことだし、最後はとっておきの場所に案内しよう。部屋かな。ふふ、きっと気に入ってもらえると思うよ。なぜなら、
これから君はとっておきの美しさを目の当たりにするのだから。どこだ？ビルの部屋？ああ、そっか、ビルに、そうだよね、ビルのそばで美しさを見てたいみたいなタイプだもんな、ルーク。失礼するよ。ルーク、どうかしたの？って。来たよ。ああ、なんだこれはってなってる。美しすぎるみたいな。昨夜現れたツムを連れてきたのね。私の顔を凝視してるみたいだけど。ふふ、やはりね。私の思った通りだ。やはりって何が？続く。ここで続くか。楽しみだな。じゃあ、アズールツムとの交流行きましょう。いや、こいつよ、こいつ。ツムでビジネス始めようとしてると思うな。襲来時から遡るの？あったな。ジェイド、フロイドに寮の状況確認と現状報告を指示してください。普段はともかく、異変が起きているとなれば、寮の様子を見に行くぐらいはしてくれるでしょう。わかりました。すぐフロイドに連絡します。ふふ、なんだかワクワクしてきました。随分と楽しそうですね、ジェイド。ああ、なんだか嫌な予感がする。そんなこと言ってたのにな、アズール。あ、探しに行ってたって言ってたよね。学園裏の森。穴から現れた物体の落下地点と思われる場所まであと少しですね。慎重に進みましょう。何が待ってるかわかりませんから。あたりは静かですね。いつもと変わらない森という感じで、墜落の跡らしきものもない。歩いているうちに目標地点からずれてしまったのでしょうか。もう少し探しましょう。油断は大敵です。気を緩めず、常に周りに気を配りながら。ガサ？ジェイド、構えてください。茂みの奥に何かがいます。言われてみれば、確かに音が聞こえます。小動物でしょうか？の！お前らセットで現れたの？一緒だったんだ。これは、もしかしてツム？以前フロイドが世話をしていた。今回もフロイドにの、いや、ジェイドに似たツムか？アズール、向こうにもう一体ツムがいました。すぐに逃げたようですが。心なしかアズールに似ていた気がします。ジェイド、先に学園長に報告を。僕はもう少しこの辺りを探してみます。見つかるかな？厨房？というわけで、ジェイドのツムだけでなく、この僕に似たツムも追加で発見したというわけです。つーくんアズール、よく俺にかジェイドにかの区別がついたね。どういうことです？だって、ツムがジェイドに似てるっつっても、パッと見は俺の時のツムと全然変わんないじゃん。ああ、なんだ、そんなことか。ビジネスをする上で、人の特徴をすぐにつかめないのはそれだけで大きな損失につながる。これぐらい見分けるのはなんてことはありません。ま、そういうことにしておいてあげる。それより、そろそろ俺をここに呼んだ理由を説明してくれね。二度寝しようと思ってたのに。あの続きこれ。朝っぱらから学園、しかも食堂のキッチンまで来る羽目になるとか超だるいんだけど。そうですね。ここには他の生徒はいませんし、明かしてもいい頃でしょう。食いしん坊だったりする。今からツムの研修を兼ねたテストを行います。あ、モストロランジで働かせるからかな。あ、どういうこと？彼、ツムとはモストロランジで働いていただく契約をすでに締結しています。まさか
ツムにキッチンやらせんの？いえ、ツムにはホールを担当していただきます。まさかの研修か、お前。せっかくツムに働いてもらうのに、客の目が届かないキッチンに配置しても意味がない。基本的には客に対して愛想を振りまくことさえできれば問題ありませんが、客前でちょっとした仕上げができるかどうかで、ツム目当ての客への受けが断然違います。ケチャップをかける、塩を振る、小さい旗を立てる、とにかく些細なことでも。そこでこれからツムには調理段階から手伝っていただき、適性を確認します。アズールツム、それでいいんか？ふふ、張り切っていますね。ぜひとも頑張ってください。食材も用意しました。調理をお願いします、フロイド。そのでかい袋、食材が入ってんだ。つーか俺が料理作んのめんどくせー。適当にモッソロランジのキッチン担当でもよければよかったじゃん。まだ僕にのツムとの経営は検証段階なので、あまり不特定多数を巻き込みたくないんです。場所として食堂のキッチンを選んだのもそのため。それに前回ツムと関わっていたフロイドなら都合がいい。ツムと協力するのは大変でしょうが、お願いします。ま、いっか。ツムと一緒に料理ってなんか変なことしてそうで面白そうだし。さあ、あなたの実力を見せてください、ツム。まさか働かせる気だったとはな。続く。アズールにツムを渡したら働きます。じゃあ次、カリムツムとの交流いきましょう。談話室。じゃあミル、今からツムを連れて学園内に遊びに行こうぜ。ジェミルなんて言うかな。一応理由を聞こうか。実はさっき俺の部屋でさ。何があったんだろう。なあツム、そろそろスカラビアで遊ぶのも飽きてきたんじゃないか。そうだよな、ちょっと手狭だよな。もっと広いところで遊べればいいんだけど。そうだ、ツム、学園内を探検してみたくないか？ここよりよっぽど広いし、面白いものもたくさんあるぞ。よし、決まりだな。せっかくだし、ジャミルも誘っていこうぜ。マジか。ってことがあってさ、ただのカリムの思いつきじゃないか。どうせ今日の夜にはいなくなるんだろ。寮内だけで十分だと思うが。そうかもだけど、せっかくなら学園全体をいろいろ見てほしいんだ。それに何か起こってもジャミルがいれば平気だ。だろ？はあ、わかったよ。付き合ってやる。頼むから面倒ごと起こすね。わかってるって。ツム、よかったな。カリムツムニコニコしてていいな。そうと決まれば早速出発だ。不安だ。どこ行くんだろう。ん？ミステリーショップ？ここは学園の購買部だぜ。いろんなものを売ってて、店主のサムもいいやつなんだ。お、欲しいものがあるのか。いいぜ。せっかくだし好きなものを選んでくれ。何選ぶの、ツム。お菓子とかかな。あ、任せろ。サム、あの棚からこの棚までの商品を全部くれ。お前いいんか。ジャミル早く止めろ。はい、いつもありがとうな、カリブくん。サムはもうさ、超上機嫌だろうね。あー、全部売れたっつって。おいツム、調子に乗るんじゃない。カリブも簡単に応じるな。ジャミル止めてくれた。ここが学園のメインストリートだ。
俺とツムがぶつかったところだな。お？これはスカラビアの？お、砂漠の魔術師の像が気になるのか？わかるぜ。かっこいいよな。お前もナイトレイヴンカレッジに入学したら、いいスカラビア生になるかもな。カリムみたいな光のものになるね。ツムは入学できないだろう。いや、グリムみたいな例外もあるから、ありえなくはないのか。お前こんなので真剣悩むな。入学しねえよ、こいつら。学園裏。どうした？びっくりしたか？でっかい木だろ。この辺りはリンゴの木がたくさん植えてあってさ、動物たちが食べに来ることもあるんだ。たまに絨毯に乗ってここまで来るんだけど、空を飛べない動物にリンゴを取ってやると喜ぶんだぜ。なんかのどかでいいな。お？なんだなんだ？なになになに、どうしたお前？あはは。鳥がくちばしへつっついて遊んでる。早速気に入られたみたいだな。いじめられてないかこれ。俺には鳥がツムを果物と勘違いしてついばんでるように見えるんだが、やばい。マジで食われる。廊下、お前ほんといろんなとこ行くな。さーて、次はどこにするかな。ツム、行きたいところとかあるか？さすがに全部は回れないからな。あと2、3時間もしたら寮に帰るぞ。え、もう？まだ全然紹介しきれてないぞ。あと2、3時間か。あ、今から行くならあそこがいいな。どこだ？あそこ？どこに行くつもりだ？それはついてからのお楽しみってやつだ。ほら行くぞ。え、どこ？全然想像つかん。続く。はい。じゃあこれで一通りツムたちの交流が終わったのか。もう一個行こうか。ツムたちとの交流っていうのもあるからな。これ行きましょう。これなんだろう。厨房、アズールかな？あ、あれ、カリム、到着。どうだ、ツム。ちょっと狭いが、いいキッチンだろ。あらら、なんで食堂の厨房に来たんだ？そこまで面白いものはないと思うが。実は、ここに来たのはジャミルに料理を作ってもらうためなんだ。せっかくツムが来てくれたんだ。昼飯もツムと一緒に宴にはなかった料理を食いたいと思ってさ。カリム、急にそんなこと言われても困る。別に料理を作ることは問題ないが、食材なんて持ってきてない。シェフゴーストに頼めば多少は食材を融通してもらえるだろうが、豪勢にとはいかないぞ。そうなのか。どうしよう。なんかある？おや？何やら賑やかになってきたかと思えば。え、これまさか、うおー、鉢合わせてる？ガリムさんとジャミルさんではありませんか。奇遇ですね。どうしてここに？お、アズールにフロイドも来てたのか、実は。マジで？ここで会っちゃうんだ。なるほど。そういうことなら、僕たちが持参した食材を使っていただいて構いませんよ。え、いいのか？ただもちろん、無償ではありません。食材を提供する代わりに、僕たちの料理も作っていただきます。実は僕たちも諸事情から料理を作ろうと思って、海鮮や米などの食材を持ってきたはいいのですが、料理を作ろうと思う諸事情って何なんだ？ま、お気になさらず、こちらの都合ですから。それで本当はフロイドとツムが作業をする予定だったのですが、フロイドが急に飽きてしまって。やっぱそうか、フロイド飽きちゃうよね。だっていちいちツムに合わせて作業するのめんどくせえんだもん。そうだったのか。こっちもちょうど食材が足りなくて困ってたんだよ。ありがとうな、アズール。そうだよね、フロイドのスピードついてこれないよな、ツム。
勝手に話を進めるな。作るのはあくまで俺だっていうのに。まあいい、さっさと始めよう。もたもたしていると食材の鮮度が落ちる。海蛇くんが作る料理なら俺の知らないものもありそう。面白ければ手伝ってやるよ。ツムもお手伝いしてあげてください。ジャミルさんも人手が多い方がいいでしょうし。なんか賑やかになっていいね。まだツムの適性を見るという本来の目的も達成されていませんからね。なんかいいじゃん本当。よーし、みんなで応援しようぜ。なんだなんだ、あ、これで終わりなんだ。なんかリズミックが始まりそうな雰囲気だったから今もう身構えちゃいました。はい、今回これぐらいにしておきましょうか。次回交流2からですね、またやっていきましょう。なんか中途半端でね、みんな気になるところで終わっていっちゃったんで、どんな感じになるのか楽しみでございます。では今回これで終わりにします。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしてますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。